現在、改修工事中、道庁赤レンガ庁舎横の建物から火が出ています。激しい炎が出ています。午前零時半ごろ、札幌市中央区にある改修中の道庁赤レンガ庁舎横で整備中の仮設見学施設で火事がありました。火は3階から出火し、およそ2時間半後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。 見学施設の中には赤レンガ庁舎のシンボル八角塔の屋根が保管されていて消火の際に水に濡れたものの無事だということです。警察と消防が火の出た原因を調べています。